スだよ。ネネです。今日は9月18日、ゆずちゃんのお誕生日だね。お誕生日おめでとう。ありがとう。見た感じいつも通りだけど、今日は何するの？それはね、心ゆくまで落書きしまくりたいと思います。おお。最近急に忙しくなっちゃって全然お絵描きもできてなかったんだけど、今日1日は描きまくるよ。ビートデイみたいな感じだね。いいと思う。ちなみに誰を描くとかは決まってるの？ね、今はリクちゃん描いてるよ。少し前にあったリクちゃんのお誕生日に SNS でいっぱいイラストが流れてきて、私も描きたいなって思ってたので真っ先に描いてます。リクちゃんいいね。それと通常等身で描き進めるとついつい描き込んじゃうから、今日はデフォルメで描いていくよ。いわゆる SD イラストだね。普段あんまり見る機会がないからどうなるか楽しみ。ちなみに今回は1枚あたりどのくらい時間かけるの？だいたい1時間から1時間半くらいかな。全部で5枚は描きたいと思ってる。結構描くね。今はとにかく描きまくりたい気分だからね。なるほどね、頑張って。そしたら軽く基本設定について説明するよ。キャンバスサイズは 768×768 ピクセルで、使うブラシはカスタムしたフェードペンです。ポーズはミクちゃんが練りを持ってる感じで、せっかくだから滝絵と同じ塗り方で塗るよ。お、いいね。自分はイビス使い始めて結構経つけど、ラストから9月とかで軽い線を描きたいときはフェードペンめちゃくちゃ使いやすくて、今もよく使ってます。フェードペンは結構いろんな人が愛用してるイメージあるね。それと最近まで知らなかったんだけど、特殊ペンにある歪みペンってやつがめちゃくちゃ便利だった。今まで修正作業は全部移動変形のファース変形を使ってて、修正がうまくいかないときはその箇所を書き直すこともそこそこあるんだけど、今まで書き直してた部分が歪みペンで直せるってことが結構あって、修正作業がめちゃくちゃ楽になったので、もうみんな知ってるかもだけど、使ってない人はぜひ使ってみて。へえ、いいこと聞いた。今度書くときに試してみようっと。自分ずっと使ってても全然機能使いこなせてないから、もっと使いこなして情報発信できるように頑張りたい。せっかく便利な機能がいろいろ用意されてるもんね。と、話してる間に線がだいぶ進んだね。でもツインテール描いてないとあんまりミクちゃんって感じしないね。やっぱりミクちゃんはツインテールのイメージ強いよね。そうだね。でも少し前にサイドテールのミクちゃん流行ってたけど、そっちも可愛くて好きだったな。ああ、一時期流行ってたよね。髪型アレンジも新鮮な感じがしてそれはそれでいいよね。実はサイドテールのミクちゃんを描こうか迷ってたんだけど、流行りが終わってから描くのはちょっと気が乗らなくて、結局普通のミクちゃんにしました。ああ、あるよねそれ。流行りに乗り遅れないようにしたいけど、それが難しい時もあるよね。そうね、こういう時に1日がもっと長ければいいのにって思ったりするね。もっと好きなことに咲く時間があったらいいのにね。本当にね。さて、そろそろ線画は完成かな。おお、やっぱりツインって描くとしっくりくるね。両目開けてるのでも全然良かったけど、手を大きく上げてるポーズだから、片目をくの字の形にしようかな。いいね、元気な感じが増したように見えるよ。そしたらあとは微調整して色塗りに入るよ。パパッと完成まで頑張ります。いくよ。はい、
と、次は誰書くの？コメントでプロセカのみのりちゃん書いてほしいってリクエストがあったから、ちょうど1回だしみのりちゃんを書くよ。お、みのりちゃん書くの初めて見る。うん、初書きだよ。こっちは良さそうなトレス素材があったからありがたく使わせてもらってます。普段書かないキャラを書くきっかけになるし、他にリクエストあれば気軽にコメントしてね。そういえばフォーズと解消ってどんな感じにするの？2024年のバースデーイラストのみのりちゃんにする予定。お、これはまたどうして？絵柄がデフォルメで描くのにぴったりだと思ったから選んだよ。なるほどね、言われてみれば確かに。ポーズ、色とかも全体的に本家を意識して同じ雰囲気で塗っていきます。ちなみにかなでちゃんのバースデーイラスト描いた動画もあるから、まだ見てない人は見てくれると嬉しいです。それじゃ、1枚目と同様に描いていくよ。3枚目もリクエストから、東方のヨウムちゃんを描いていきます。ヨウムちゃん
なんか、書くのは久々かな。最後に書いたのは合同誌に寄稿した時だね。ヨウムちゃん結構人気キャラだけど、私はフランちゃんが推しだから、書く機会はあんまりないかも。意識してないと推しキャラばっかり書いちゃうよね。ヨウムちゃんって可愛く書いてもかっこよく書いても似合うイメージあるけど、今回はどんな風に書くの？ポーズは剣を構えてる感じにするから、どちらかというとかっこいい感じになるかな。王道だね。でもデフォルメってだけで可愛さはあるから、多分どっちもが正しいかも。言われてみれば確かに。そういう感じでこっちもさっきと同様に書いてくよ。フランちゃんはセブテで描けるくらいずっと描いてきてるから、ポーズ結構悩んだんだけど、
前にアイビスでつままれトレス素材が出た時に一回描いてみたいなって考えてたのを思い出したから、今はすでに当日生かされた素材消えちゃってるんだけど、別の素材を使って木の枝に引っかかってる感じで、つままれイラストっぽく描いてみることにしたよ。つままれか、なんかストラップのイメージあるね。そうだね、アニメートとかで見たことある人も多いんじゃないかな。ああ、それだ。でもつままれイラスト描きたいって人結構いそうだけど、なんで素材削除されちゃったんだろ。聞いた話によると、つままれは商標登録がされてるみたいで、それを知らない人が素材を使ってトラブルになる可能性があるから、つままれトレス素材を非公開にしたらしいよ。ああ、なるほど、商標問題があるなら非公開にした方がいいね。納得。これってつままれイラストを描くだけなら大丈夫って感じなんだよね。うん、売ることがダメって感じだから、こういう風にイラストを描いて公開する分には問題ないみたいだよ。それならよかった。グッズを作るときは特にこういった問題がないかどうか気をつけるように心がけないとだね。そうだね。それじゃ今から集中して描いていくよ。かわいい。これが描けただけで私はもう大満足です。さて、次でついにラストだよ。というわけで無事5枚目まで来ました。目標達成目前だね。ラストを飾るのは誰かな。最後は私たちを描いて締めたいと思います。そんな気はしてた。やっぱり分かってたか。ここまでずっとデフォルメイラストだったけど、ちょっと時間に余裕あるし、バストアップの通常等身で描きたいと思います。お、いいじゃん、楽しみ。
通常等身2人を描くのはちょっと大変なので、私だけ通常等身で、メナちゃんはぬいぐるみにして、私がメナちゃんぬいを持ってる感じにしようと思います。いいねいいね。ちなみに通常等身にする以外にさっきと違うところってある？キャンバスサイズを 1280×1280 に変更したくらいかな。制作時間も2時間程度に伸びると思います。それ以外に変わるところはないと思う。オッケー。ちなみに今までの制作時間の内訳はミクちゃんとミノリちゃんが1時間半くらいで、ヨウムちゃんとフランちゃんが1時間くらいです。そういえば何気にもう5時間も絵を描いてるんだね。絵描いてると時間の流れが早く感じるよね。それはそうなんだけど、私は3時間くらいで限界くるから、ここまで描き続けられるのはすごいなって思う。そうなのかな？実際みんなはどの程度絵に時間かけてるんだろう？確かに気になるところだよね。今回はだいぶ長く描いてるけど、自分は1日あたりにかける時間はバラバラで、2時間くらいで終わる日もあれば、8時間くらい描く時もあるし、逆に全く描かない期間もあるくらいだね。へえ、結構幅あるんだ。バラバラなのは何か理由があるの？私は無理して描くとパフォーマンスがガクッと落ちるから、基本的に描きたい時にしか描かないようにしてるんだよね。あ、もちろん締め切りはきっちり守るけどね。例えばイベント準備とかも、下書きまで終わらせてから申し込むようにしたり、できるだけ締め切りに追われるような状態にならないように調整してるよ。なるほど、義務になっちゃうと辛いっていうしね。あ、でもそのマラクの意見も結構耳にするかも。あ、とりあえず応募して追い込んでやるタイプも割といるよね。そうそうそれ。自分を追い込んでやる気を出すタイプだったら全然ありだと思います。私は伸び伸び描いた方が調子いいってだけだからね。結局自分に合う方法かが重要ってことだね。そうそう、創作は楽しくできるのが一番。それじゃ、完成までもうひと頑張りします。
おお、すごくにぎやか。どこを見ても可愛すぎる。今日一日のびのびとかけて、最高の誕生日になりました。いい日にできて本当によかったね。うん、また来年の誕生日も良い日にできるといいな。それじゃあ、今回の動画はこの辺で。ここまで見てくれたみんなありがとう。チャンネル登録とグッドボタンポチッとしてくれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。Thank you.